皆さんごきげんよう。チャンネル登録してね。すごいね、今回初めてのねものをチャレンジしようと思って、やっぱチャレンジすることって大事だと思うのよ。じゃじゃーん、おー、重い10キロのマグロ、こいつをさばいていきたいと思います。前の家だと確実にさばけなかったであろうこの大きさのマグロですよ。絶対にさばけないからね、前の家だったら。こういうものをやるために俺はね引っ越したと言っても過言ではない。家庭でさばける最大のサイズがこれなんじゃないんでしょうか。ということで超豪快にさばいて超豪快に使っていきたいと思います。これはさすがにやばくね。ということでまずはね、あの内臓を取る。うわ、マグロにもアニサキスっているんだね。ちょっとあれだわ、流しの方で取り出そう。マジか、こんなに詰まると思ってなかった。やべえ、詰まりすぎ。めっちゃ血の海、やべえ。エラと内臓を取ったんで、まあ血がこれ以上溢れることはないと思うので尻尾を落とします。超見くびってた、全然尻尾が落とせない。マジか、出歯で全然落とせないってやべえから。結構尻尾投げるもでかくない。じゃあさばきますか。ああそうだ、ここの骨だ。硬いんだよな。割と厳しくね。割と厳しくね。プロの人はどうやってるか分かんないけどさ、素人の俺には無理だよこんなもの。マグロのカマが取れました。やば、でかっ。いや本気で難しいなこれ。ほ、こんなに難しいんだ。侮ってたわ。むず、ゲロむず。やべえ、オーソドックスな魚だと思って舐めてたらやばいねこれ。こんなに難しいんだマグロ。今までちっちゃいマグロしかさばいたことなかったからな。やばいんですけど。大トロの部分とかをねちょっと欲しいなと思ってたので、うわでかいな。あ、中トロ、中トロ、中トロ、なるほど、中トロだ。中トロの切り出しです。大トロと中トロ切り終わったけどさ、待って、赤身はどこだ。あー真ん中の部分ね。赤身は本気の本気で難しい。
難しいし、でかいし、大変だこれは。そう考えるとさ、スーパーの鮮魚店の人めっちゃやばくね？すごいよね。できました。いただきます。やべえだろ、普通に食ったら超贅沢なんだけどね。それっぽくいただきます。大トロをね、いただきます。うん、脂の乗り具合がすごいな。あ、てかまだ取ってたんかい。